極寒の地ヘルシンキで3月29日に開幕する世界フィギュア選手権2017。四回転新時代の幕開け王者として迎えた今シーズン。ー・ユズルの演技にはひときわ大きな注目が集まる。ー・ユズルが演じるのはプリンスのレッツゴークレイジー。サイケな楽曲に隠されたテーマとは 牧師の説教から伝説のライブハウスへ。SP レッツゴークレイジープリンス n c e e n に流れるハモンドオルガンは、アメリカの主に黒人居住地区にある小さな教会に設置されている。高価なパイプオルガンの代わりに開発されたもので、かつてゴスペルと共に急激に普及した。 プリンスも生まれ育ったミネアポリスで子供の自分から耳にしてきた音色に違いない。ごく身近な楽器として、そして牧師の説教の BGM として、神々しい調べが場内に響き渡ると、羽生譲るは顔を上げ視線をそのずっと先に向ける。中央最前列の三列車に一礼すると、 演技は徐々にスピードを増していく。親愛なる皆さん。今日ここに我々が集うのは、人生という困難を共に乗り越えるためです。これは、結婚式や葬儀で聞かれるおなじみのフレーズである。おめでたい席では、後半部分が人生を祝う、セレブレイトためなどの言葉に変わる。 リバーブの効いたプリンスの語り口は、牧師そのものだ。人生は果てしなく長いがその先に次なる世界、天国が待つ。と続ける。鍵盤に指や手のひらを滑らせて弾く。いわゆるグリッサンドが気分を高揚させる。次なる世界には終わることのない幸福感が溢れ、羽生譲るが宙に飛ぶ。 太陽は昼も夜も輝き続ける次の瞬間。タイトなドラムが激しく突き上げてくる。そこにはもう牧師はいない。説教しているのはプリンス本人だ。医者に聞くんだったら、あとどれくらい生きられるかじゃなくて、どれくらい正気でいられるかだぜ。ベイビー。この世はあの世よりずっとハードだから、 自力で何とかするんだ。重く歪ませたギターのリフに、自然と体が揺れる。いよいよ、ミネアポリスサウンドの始まりである。会場全体が、伝説のナイトクラブ、ファーストアベニューになったかのようだ。アンドイフザで、エレベーターとライズにブリング、ユダウン。ゴークレイジー、パンチ、エーハイヤーフロア、 もしもエレベーターが君を下の膝端に引き下ろそうとしたなら、狂ったように上の膝端のボタンを叩くんだ。ここで言うで、エレベーター、ザエレベーターではないとは、サタン、悪魔の比喩だという。エレベート、上昇するを、説盗樹でで否定する。すなわち、上昇できないもの、落ちていくものを意味するプリンスの造語である。 ハニュー・ユズルは両人差し指を頭に向けてクレイジーのジェスチャーをする。60年代を彷彿とさせるサイケなマーブル柄のベストにプリンスの代名詞とも言える紫色のシャツとパンツ。これは生前本人が身につけていた衣装へのオマージュである。どうやらプリンスが憑依したようだ。神か悪魔か。 軸を越えたツアモの二人の共演、何か吹っ切れるようなクレイジーな曲というコンセプトの元に選ばれた今プログラムは、昨年この世を去ったプリンスのレッツゴークレイジーだ。1984年の自伝的映画パープル・レインのオープニングに使われている重要な曲である。映画のストーリーは極めてシンプルだ。 問題過程に育った才能を溢れる主人公が、バンド仲間や恋人、夢や現実の中で、やがてスターへの一歩を踏み出すという青春物語である。脚本が素晴らしく、主人公のナイーブさと暴力性、愛情を発する姿と不器用さ、真実と嘘。 神を求めながらも冒涜する。その両面性が鮮やかに描かれている。自伝的と歌っているのは、実在する登場人物の立ち位置やエピソードをある程度変えているからだ。アルバート・マグノーリ監督がうまいことを言っている。架空のストーリーに合わせてキャラクターを誇張したり、あるいは抑えたりしたが、 奇妙なことにそれは彼らの現実でもある。フィギュアスケートもまた、競技であると同時に、演目は競技者の史実である。波乳譲るは、その時間自身である以上に、ロミオであり、アベの生命であり、場合によっては神であり、悪魔であり、プリンスなのだ。レッツ。 ゲットナッツロックなジェスチャーがファンを熱狂させる今の境遇が嫌だって。周りを見渡してご覧よ。友達くらいいるだろう2本のギターが互いを追いかけるように並走するリーフは、羽生譲るのキレを一層引き立たせる。俺なんて昔の彼女に友達として電話したら、受話器を取ったはいいけど、すぐに床に落とされたよ。 聞こえてきたのは、R.S.R.S. ああ喘えぎ声さ。たびたびセクシーかつ露骨な表現で世間を騒がせたプリンスだが、ュー・ユズルとの共演は想像していなかった。この楽曲には様々なジェスチャーが登場し、歌詞と振り付けがシンクロするので面白い。前述の部分では、 電話ポーズが確認できるはずだ。演技中に何度となく、点を指さすのは、落ちるな。上げていけ。楽しめ。といった感じだろう。直後のレッツ、ゲットナッツ、イカレチマオゼに変形、ランジをはめ込んでいるのは、振付師、ジェフリーバトルノのチャーミングなところだ。 人差し指と小指を立てるコロナサインに気がつかれただろうか。これはロックオンの意味だが、もともとサタンを表すサインから生まれたものだ。プリンスの映画やライブでもたびたび登場する。連続シットスピンの後には、やはりロッカーが大好きな666のジェスチャーもあるので、 これにも注目してみよう。ギターソロの音がユズに共鳴するギターソロが始まると、見せ場のステップがたっぷりと待っている。バトルはシーズン前にギターソロの音がユズに共鳴して感じられたと言っていた。ギター日本によるオクターブのユニゾンはプリンスとハニューあるいはハニューとバトルなのかもしれない。 泣きのギターソロでは、ギタリストのいわゆるのけぞりポーズが表現され、歓声がひときわ大きくなる。ワウを目いっぱい聞かせた即弾きに、高速スピンが応える。テイクミーアウェイ。終わった後の疲労感を伴う余韻が心地よい。なんて楽しいプログラムだろうか。 アンコールをしたくなる雰囲気である。このプログラム局で一箇所。謎めいたところがある。よく話題になる箇所だ。パープルバナナを探しに行こう。俺らの死体がトラックに積み込まれるまでに。紫のバナナの解釈は多数あるが。未だ定説はない。ここは永遠に謎のまま。 プリンスは次なる世界へ旅立ってしまった。おそらく、死んじゃう前にうんと楽しめよということなのだろう。次のオーディオビデオでお会いしましょう。